第一次世界大戦中、イギリス、フランスなどの連合国に物資を供給することで莫大な利益を獲得し、それまでの債務国から債権国に転じたアメリカは、戦後の世界経済で優位を占め、ウォール街が世界金融の中心となりました。また自動車産業をはじめとして映画などの新興産業が展開され、経済的繁栄の時代を迎えます。このような状況を反映して、議会では共和党が躍進し、民主党のウィルソンが1920年に女性参政権を実現させたにもかかわらず、同年の大統領選挙では共和党が勝利を収め、以後ハーディング、クーリッジ、フーバーと3代12年にわたって共和党候補が大統領に選ばれ、外交的には孤立主義が有力となりました。しかし1929年10月24日暗黒の木曜日に、ニューヨーク市場で株価の大暴落が起こって、空前の大恐慌が始まり、ヨーロッパ諸国にも波及します。アメリカではフーバー大統領がフーバーモラトリアムによって強硬に対処しようとしましたが、効果がなく、共和党は国民の支持を失い、民主党のフランクリン・ルーズベルトが1932年の大統領選挙で当選し、ニューディール政策を採用しました。イギリスではマクドナルド挙国一致内閣が1932年にオタワでイギリス連邦経済会議を開催し、そこでブロック経済政策が採用されました。イギリスはスターリングブロックを形成し、またフランスもフランブロックを形成し、強硬に対処しようとしました。しかしこのようなブロック経済の形成は、国際協調による世界恐慌の克服を不可能にしただけではなく、列強間の対立を激化させました。